どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 NTT ドコモのクレジットカード、D カードゴールドのね、キャンペーンがね、結構モリモリなんで、今回ねこちらを解説していきたいと思います。まあ結構前にね、昨年の11月ぐらいにね、まあ一回ねこの NTT ドコモのゴールドカードね一回紹介させていただいたんですけども、あのキャンペーン等々もね、変わっておりますんで、今回ね、改めて解説やっていきたいと思います。まずね、この D カードゴールドの基本スペックなんですけども、年会費が、1万円かかります。初年度からかかってきます。でっていうのはね、ちょっと嫌だなと思う方いらっしゃるかと思うんですけども、ちょっとねこの後ポイントサイト等々のね、話もさせていただきますんで、ちょっと最後までね、お付き合いいただければなと思います。で、家族カードが1枚無料で、還元率はまあ 1%、貯まるポイントは D ポイント、私の動画でもね結構紹介させていただいてるこの D ポイントなんですけども、かなりね使い勝手がいいポイントっていう風になっております。で、こちらゴールドカードということなんで、空港のね、クレジットカードラウンジが利用できます。で、こちらね D カードゴールドはですね、海外旅行保険がね結構充実してて、まあ有名なクレジットカードでもあるんですけども、海外旅行保険自動付帯で利用することができます。ですんで、まあこちら保有しているだけでね保険が受けられるっていう感じで、先ほど言いました通りこちらね家族カード1枚無料なんですよね。ですので仮に私が保有してた場合、妻もね家族カード発行すれば、私も自動付帯でね、保険が受けれて、妻も自動付帯でね、まあ、受けれるっていう感じで、こちらねすごいメリットなんですよね。まあ年会費ね1万円かかりますけども、やはりねゴールドカードということで特典が強いんですよね。まずね、入会キャンペーンをね、紹介していきたいなと思うんですけども、最大で1万1000円のポイントがもらえる、キャンペーンとなっております。でこちら入会キャンペーンで、エントリーが必須っていう風になっております。まず1つ目は、ドコモの携帯を、持っている方はこちらの D カードで支払うと1000円分のポイントがもらえます。で次に、入会から、入会翌月まで 25% ポイントバックということで、条件が5000ポイントってなりますので、支払い対象金額が2万円っていうふうになるんですけども、入会から入会の翌月が、2万円使うと、まあ、5000ポイントが返ってくる。翌々月ですねは 25% ポイントバックっていう風になってますんで、こちらもね上限が5000ポイントっていう風になってますんで、まあ、入会した月だから今入会すると4月5月で2万円分使うと5000ポイントで、6月に2万円使うと5000ポイントっていう風に感じで、全体でね最初のやつと合わせると合計で1万1000ポイントがね、まあ、もらえるキャンペーンが今入会キャンペーンという感じでやってるんですよね。さらに、25歳以下の方はですねこれさらにキャンペーンやっていまして、今4月の発行で、まあ、5月6月っていう話をさせていただきましたけども、こちらさらにね1ヶ月延長して7月も2万円分使うとね、5000ポイントもらえるキャンペーンやっておりますんで、25歳以下の人はねかなりおすすめなんですよね。ですんで、まあ この4月からね新社会人になられた方とかね、まあ、結構おすすめなキャンペーンなんですよね。ですんで25歳以下の方は、合計で1万6000ポイントがねもらえちゃうっていうね、すごいですよね。で、こちらが、まあ、入会キャンペーンですね。で次に、1億円還元キャンペーンっていうのはねNTT ドコモでねやっているんですけども、まあ、こちらね期間が4月1日から5月31日までに、この D カードで1万円以上利用すると2200名様に10万円分のポイントがもらえます。こちらね抽選となっております。ですけども外れた方もね抽選で上限5万ポイントで、まあ、山分けっていう風なキャンペーンがやっておりますんで、こちらね山分けの方はこちらね漏れなくもらえるキャンペーンですので、あの全くゼロっていう風なキャンペーンではないので、まあちょっとポイント数はね、まあ、分かりませんけども、まあ、絶対もらえるキャンペーンっていう風になっておりますんで、ドコモゴールドカードね発行された方はこちらもね狙っていただきたいなと思います。でこちらはちょっとねエントリーがね必須になっていて、こちらはドコモユーザーじゃなくても、
キャンペーン乗れるんですけども、ドコモユーザーの方はエントリーしていただいて、お得情報メールの受信設定っていうのをしていただくと完了で、その後まあ1万円使えばね、このキャンペーン対象になるんですけども、こちらね、ドコモユーザーじゃない方はですね、ちょっと手間なんですけども、カスタマーセンターに電話しなきゃいけないんですよね。でカスタマーセンターの方で、こちらのエントリーをね、したいっていう旨を言っていただけると、まあ、ドコモユーザーじゃない方もね、このキャンペーン乗れるんですよね。まあ、ちょっとね、ドコモユーザーじゃない方はちょっと手間ではあるんですけども、まあ、これ漏れなくもらえるポイントキャンペーンですので、まあ、ぜひね、狙っていただきたいなって思います。で、最後にですね、こちらね、ポイントサイトにも案件があるんですよね。で、最初の方に言いました通り、こちらね、ゴールドカードですんで、初年度からね、1万円かかるクレジットカードなんですよね。ですけども、今ね、NTT ドコモのこのゴールドカードが、ポイントサイト EC ナビを経由して発行すると、2万3500円分のポイントがもらえるんですよね。いや、これすごいですよね。うん。まあ、こちらね、ポイント獲得条件がただ単にクレジットカードを発行するだけで OK ですので、2万3500円分ね、ポイントもらえちゃいますんで、年会費1万円かかりますけども、まあ、実質はね、1万3500円は手元に残りますんで、ぜひね、この機会にね、発行していただきたいなって思うんですよね。 D カードって聞くと、ドコモユーザー限定の風にね、まあ、思われがちなんですけども、これね、誰でも発行できるクレジットカードです。まあ、もちろんね、ドコモユーザーの方がね、利用料金に対して 10% 還元があったりとか、まあ、そういうね、特典はあるんですけども、まあ、これ誰でもね、発行できるクレジットカードですんで、まだね、あの D カードゴールドね、発行されてない方はね、キャンペーンもそうですけども、この2万3500円分ねポイントがもらえる今はね、結構チャンスかもしれないですね。まあ、ポイントサイトのポイント自体は上下するのはね、ちょっと一概には言えない部分ではあるんですけども、私がね、見た感じだと、この2万3500円分のポイントって過去最高なんじゃないかなって思うんですよね。うん、私が発行した時とかは確か1万円とかそんなもんだった気がするんですけども、今ねかなりポイント上がってますんでね、ぜひ D カードゴールドね保有してない方はね、ぜひね狙っていただきたいなって思いますね。いかがだったでしょうか。今回は、D カードゴールドをね、紹介させていただきました。まあ、こちらねキャンペーンもやっていますし、ポイントサイトを通せばですね、実質1万3500円分がね、まあ、もらえる案件っていう風になってますんで、まだね、保有されてない方はですね、ぜひね、積極的に狙っていただけたらなと思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしてあげると、とても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。